皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。初心者マコリ弾けシリーズ3曲目に突入でございます。3曲目は生き物係さんの桜という曲を練習するんですが、まあ季節して桜曲が続いてしまいました。別に狙ったわけではなく、なんかいろいろ難易度を考えたらこうなっちゃったんですけれども、まあ一緒に頑張って練習をしていきましょう。この曲ね、ちょっくらね、また今までと一味違った弾き応えがあるかと思います。なんでかっていうと、結構ね、いろんなリズムが登場するんですよ。糸も桜坂もまあいろいろね、苦労することがあって弾き応えあったと思うんですけども、この桜あたりからね、右手のストロークがね、すごい複雑になったりとか、いろんなリズムが登場したりとかするんです。左手のコードはそんな難しくはないんだけども、この曲からぐっと、右手のバリエーションが増えていって、で、苦労するとこも多いと思うんですけども、できたらね、うわー俺ギター弾けてるぜみたいな感じがね、すごい感じられると思うので、頑張って練習して楽しんでいただければと思います。一緒に頑張っていきましょう。また動画2本に分けます。1本目のこの動画はコードの確認と右手のストローク、ここがね超大変今回は。で、2本目の動画はいつも通り全体の構成と、注意事項についてお話をさせていただこうかと思います。頑張っていきましょう。多分ちょっとね、今回の動画ね長くなる。結構大変。頑張るところがたくさんある。いきましょう。とりあえずまあね、シンプルに左手のコードの確認からいきたいんですけれども、新しいコードとしては多分ね、2つですね。2つ。C、メジャー7。一番最初にもうイントロのバンってきますね。C セクションのところに。1回目バンと。1回目バンってって、こう C メジャー7です。大文字の M はメジャーと M。来るんですけれども、これね、超シンプル。とりあえず1カポにしていただいて、C コードの人差し指がないバージョンって思っていただければ OK です。で、6弦はあんまり弾きたくないっていうのもあんま変わんないんで、右手で6弦を避けて、弾きましょう。そうするとこんな感じの、桜、儚げな、ほわーんとこの、あーみたいな感じの、響きが得られるかと思います。これはこのメジャーセブンスの響きですね。メジャーセブンス。なんかちょっとこのおしゃれな感じしない？メジャーセブン。シュワー。で、もう一つ、B セブンス。今までその Bm ということを押さえてきましたけども、ちょっとね、実はね、これね、Bm ではなくね、厳密に言うとね、Bm7 っていうコードなんです。Bm と Bm7 ですよ。本当は厳密に言うと別のコードなんだけれども、Bm を Bm7 でこう代用することができるので、今までその Bm7 で練習していただいておりました。ただまあ本当の Bm、本当の形になると、制覇っていうね、ちょっと難しいことをしなければいけないんで、ちょっとこれを避けるたびに Bm7 を押さえていただいたんですけども、この指使い。これをまずちょっと押さえてくださいませ。Bm7。でもまあ、ちょっと Bm って言い続けます。この時に人差し指が余ってると思うんですけども、この余ってる人差し指、4弦の1フレットを押さえていただくと、B7 の関係で完成です。Bm を押さえた時に、あれ人差し指余ってねえぞっていう方は、どっかしらで、その押さえ方を、間違えて覚え始めてしまったってことなので、ご注意くださいませ。別にこの小指が余るフォームでも別にいいんですけれども、人差し指が余るフォームで、ぜひ、Bm を押さえてください。小指じゃなくて人差し指が余るフォーム、これで押さえてください。で、この余ってる人差し指で、この4弦の1フレットを押さえるか、押さえないかで、Bm7 と B7 の使い分けをします。Bm7 と B7 の使い分けをします。この人差し指がなければ Bm、もしくは Bm7 です。で、人差し指がつくと B7 です。この違いがあります。そんな感じ。多分、糸の時にね、その Bm をこうやって押さえてください。人差し指が余るフォームです。で、人差し指がなんで余った方がいいのかに関しては、まだおいおい、説明します。みたいなことを言ってたと思うんですけども、この Bm7 と B7 の使い分けをするために人差し指を余らせてたんです。で、あとはもう、全部やったことあるコードだと思いますので、説明は割愛します。多分、全部もう共通ですよね。やったことないこと多分ないと思います。まあ、あったとしても、ちょっとダイアグラム見て、自己解決してください。そんな難しいコードは出てこない。問題はね、右手です。この曲は右手です。ちょっと順番に行きましょうか。まず最初、C セクションのサビです。一番最初のサビは伸ばしていきます。よかったらそのコード譜の方にメモってください。伸ばすとか、うんたらかんたらつって。最初、C メジャーセブンスからスタートして、桜、ひらひら、愛のり、
まで伸ばす。でこっから2段目からリズムつけていきます。パンと春行くんですけども、2段目から糸と同じで1、2、3、タタ、1、2、3、タタのリズムをつけて弾いていきます。で、桜舞のところで D を1回弾いて止めます。D、チーで、その時インタ、間奏ですね。チこんな感じで Em のところまで糸のリズムを続けてください。こっから、その次のこの6小節目って言い方するんですけれども、C メジャーセブンス、D セブンス、B マイナーセブンス、E マイナー、インターンのところですね、インターンのところ、7小節目。こっからねリズムがねまた変わります。こんな感じのリズムになります。ゆっくりいきましょう。まず Am を3回弾きます。 Am で Am を3回弾いたら Bm いきます。 AAAB全部ダウンストロークです。 AAAB ご一緒に。でこの後に Bm を押さえながらタンタンタカタンタンタカ2、3、4といきます。2、3、4、まあ糸とかとほぼ一緒ですよね。1がない感じ。1、2、3、4と1、2、3、4 AAAB タンタンタカ AAAB タンタンタカ このリズム覚えておいてくださいませ。ちょいちょい出てきます。タン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 タカ、このリズムです。でその次の小節も、C メジャー7から B セブンスのところも CCC タンタンタカという感じでコードチェンジをしていきます。これがそのイントロの新しいリズムですね。だからとりあえずここまでの中で、伸ばすっていうパターン、パターン1で、その次、糸の時にやった、てんてんてん、てけてんてんてん、てけてん。っていうパターンに、糸の時の基本リズムって感じですね。基本パターン。で、三つ目としては、シンコペーションっていう言い方をするんですけども、パンパンパンタン、トントントコペン。ちょっとそのシンコペーションの意味はややこしいんで、あんまり気にしないでくださいませ。まぁ、ちょっとこのパターン3、パターン3。がシンコペーションと覚えておいてください。この動画の中で僕は今度からシンコペのパターンですとかって言い方するんですけれども、シンコペのパターンっていうのはこのパターン3の、動きリズムです。こんな感じで3種類、出てきました、頑張って覚えてくださいませ。でその次 A セクションに入ると、もうここはもう基本リズムです。で2段目も全く同じコードなので同じリズムで弾いていきます。右のストロークも一緒で、 B セクションに入って基本のリズムがまた続きます。ここでその1小節の中にコード2つ入っていきますけども、普通に、糸の基本パターンをズン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 と続けていただければ OK。ここのところ、この後、7小節目からシンコペートパターンです。君の声が。この7小節目だけシンコペートパターンします。君の声が。また Am から基本パターンに戻っていきます。
まして、でまたサビに行きます。桜こんな感じのパターンです。シンコペと伸ばすと基本パターン3つで、この後またね、あの感想があって A メロ、B メロ、C メロとあるんですけども、あとは繰り返しなので、今僕が言った内容を繰り返していただければ OK です。どうですか、ちょっとややこしいっすよね。シンコペのパターン、シンコペのパターンだけ練習してればまあなんとかなると思うんですけども、曲の中で急にこうパッて来られると待てよってなるかと思います。待てよ、ちょっと待てよ、待て待て待てよみたいな感じで、こっちこっちこっちこうでこうでこうでみたいな感じで確認が必要だったりとかするんですけども、まあね、最初はね、もうそんなもん、もうそんなもんです、そんなもんです、もうそれでいいんです、それでいいんです、もうそっからスタートしましょう。で、どんどんね、そのシンコペのリズムに慣れてきて、体に馴染んだりとかすると、さっと、シンコペのパターン、そして伸ばすパターン、基本パターンをね、シュッ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 、取り出せるようになってくるので、そこまで頑張って練習していただければ幸いです。で、最後に、もう一個だけ、感想3、インター3のところで、とんでもなく難しいリズムが来ます。とんでもなく難しいリズムが来ます。これね、余裕がなければね、シカトして OK。無視して OK。余裕があればちょっとチャレンジしましょう。パターン2つ練習します。パターン A とパターン B、パターン A は簡単バージョン、パターン B は本気バージョンです。皆様の習得ぶりに合わせて両方、どっちもいいんでやってみてください。どこかと申しますと、インターさん、毎日感想入ってで、 A マイナーから G に行って、で A7 から B7、この後、感想さん、パターンまず A やってます。パターン A。ワン、ツー、スリー、フォー。これがパターン A。一緒にやってみましょう。まず C メジャーセブンス、B マイナー、A マイナーを1回ずつダウンストロークします。結構これだけでも至難の技かと思います。おい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 と。で、この後に、2、3、タカ、ダンダン、タカ、ワン、ニー、サン、タカ、イチ、ニー、サン、タカ、これですね。これが簡単のパターン A。でで、その次、そうですね、その次の、6小節目かに関しては1個ずつ弾き分けですね。 C、B、A、B、セブンスと C、間違えた、 C、B、マイナー、A、B、セブンス、こんな感じです。ちょっとパターン A もう一回やってみます。ワン、ツー、サン、シー、てぬこいつは難しいですね。どうしよう、こんちくしょうってなったと思うんですけども、これがパターン A でございます。まだいけるなと。まだいけんな。まだ俺攻められるぞと思った方は、ちょっとパターン B 一緒に練習してみましょう。ちょっとこと細かくいくんで、ちょっとメモった方がいいと思います。どんな感じのリズムかと言いますと、パターン B やってみます。パターン B、こんな感じ。ワン、ツー、スリー、フォー、順番にいってみましょう。下、そうですね、2回ずつ弾く感じですね。下、ダウン、ダウンで C を2回弾いて、で、その次アップで B を2回弾きます。C でダウンダウン、 B でアップアップで、 A でダウン、いきます。この後に、パターン A と一緒です。 2,3 パターン、パーめっちゃ難くない？ CCBBA 2,3 パターンで、次の小節も同じように CCBBA B7 CCBBA
こんな感じでいきます。こんな感じ。これはそのパターン B です、パターン A、パターン B、どっちでもいいんで、皆様のレベルに合わせてやってみてください。で、この後にそのね、落ちサビ。さくらんぱらんぱぱんぱらんぱぱんぱぱんぱぱん。まあ、本当はね、そのボーカルだけ、歌だけになるんですけれども、どっちもいいです。弾き語りをするときは別に歌だけにしてもいいですし、また伸ばして。たたらんたたんかこん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 って言ってもいいですし。でリズムつけて、でまたサビが続くという感じです。3つの基本リズム、3つのまあパターンと、あとはそのねサビの終わった後の感想のこう謎の、めちゃめちゃ難しいリズム、そんな感じのパターンが出てきましたけども、いかがでしたでしょうか。僕はねその右手が大変だって言った理由がなんとなく分かっていただけたかと思います。あとはまあちょっと頑張って乗り越えていただければという感じです。左手のコードはそんな難しくないと思うんで、頑張って右手の習得、練習して克服して乗り越えていただければ幸いでございます。それでは1本目の動画はここら辺で終わりにさせていただきましょう。2本目の動画は全体の構成と、あと練習に関する注意事項、ベベッとさらっていこうかと思います。もし、ある程度できて、心の準備が整ったら、次の動画に進んでみてくださいませ。それでは、どうぞ。最後に、私、滝沢勝成、Twitter などやっております。TAKAJWA、滝沢という名前で Twitter やってるんですけども、もしよければフォローしていただけると幸いでございます。動画のリクエスト、ご感想、ご意見、コメントでも嬉しいですし、フォローいただいてリプライでも嬉しいですし、まあ何かしらね、このアクションしていただくと、コミットしていただくと、僕はすごいこう、わーやった動画上げて嬉しいね、動画上げてよかったね、わーつって、視聴者さんからご意見もらえたら、うわー嬉しいなってなるんで、お気軽に、ポポッと。高評価ボタンをポチッと押してからコメントしていただけると幸いでございます。そんな感じ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。練習頑張ってくださいませ。グッバイ。